はい、どうしよう、せいやです。ジョンです。ソダです。好き。さあ、乗った。うぇーい。はい、ということで始まりました。はい、今回も好きシリーズです。はいはい、よろしくお願いします。爆裂テンポでやっていくやつね。爆裂テンポで最近好きが溢れた瞬間なんですけど、はい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 、エモルっていう団体があるんですけど、はいはい、そこの短編作品の監督を僕がやっていて、うん、ね、まあキャストがうまい。あ、そこで自分が書いた脚本でこういう風になればいいなって思ってる笑いのシーンがあって、そこがめちゃくちゃおもろかったの。バチッとハマったよ、自分の中で。バチッとハマって。それはいつ公開なの？それは12月の20日とかその辺の。楽しみだね。なんか見たのよ、最高の撮影でしたみたいな写真見たんだけどさ、演者スタッフ含め全員黒い服で、ね、と思ってこれヤクザもんだよなトータルとかも別に笑顔じゃないのね。ちょっとこういつもなんかこう前を止めてさちょっと一曲つけてましたよやるやつでさあこれもの人だと思ってあんちゃいけんやつだと思ってさ、そっとアイ落としたんだけど俺らも今日服黒いし、ほんまやいつなんならちょっとサングラスがあの超高レンズで2個浴びちゃうと薄らサングラスになっちゃうっていうサングラスさんと一緒俺らも初見でいたからじゃあちょっと怖いし人気チャンネルじゃないんだ。まあまあね、今回もちょっと可愛い企画をやっていきたいと思います。ということで、今日の企画はどっちの女と付き合いたい一問一答50連発。どっちの女と付き合いたいか、うん、もう速度していきたいと思います。なるほど、はい、はい、それではやっていきましょう。空気読みすぎる、おは空気が全く読めない。空気読みすぎる、空気読みすぎる、空気読みすぎる、空気読みすぎない。好き。陰気、おは陽気。陽気、陽気、陽気、陽気。好き。洋楽好きな子、邦楽好きな子。邦楽、邦楽、邦楽、邦楽。好き。おは全員邦楽だね。悩んだけどね。もうちょっと悩んだけど。キロロ消えてほしい。キロロ。パブリンゴさん聞いてたし。あざとい系女子か素直系女子か。あざとい、素直、素直、素直。好き。パッチリ二重、クールな人へ。パッチリ二重、パッチリ二重、パッチリ二重、パッチリ二重。好き。やばい、全然割れない。割れないね、この展開が。この曲良さ出てない。良さが出ない今のところ。早起きだけど寝るのが早い子、寝坊するけど遅くまで起きてる子。早起き、早起き、早起き、早起き。好き。割れない、割れない、割れへんな。仲良しグループ一人なんだ。ユニアーズ一人。盛り上げゲラゲラ女子か静かにウフフ女子。静かにウフフ女子、静かにウフフ女子。盛り上げゲラゲラ、盛り上げゲラゲラ。好き。割れたー、これ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 。分かれようぜ、分かれようぜ。もうさ、これ分かれないと該当しない人気分悪いだけのことなんだから。二人きりの時に甘える、外でも甘える。外でも甘える、外でも甘える。二人きり、二人きり。好き。女子高生、人妻。女子高生、女子高生、人妻、人妻。好き。どっちも嫌だね、これやばいやつ。どっちも犯罪や、どっちも犯罪や。どっちも犯罪か。あ、でも俺ら犯罪者グループやしな。やめた方がいい。家庭的かバリキャリか。家庭的、家庭的。バリキャリ、バリキャリ。好き。キャー、これはね、いやでも家庭的要素欲しい。わかる、俺もバリキャリ要素欲しい。だから両方欲しい、憧れも欲しい。家庭的は欲しいやけど100ゼロじゃないよね。いやだけど仕事の話で盛り上がりたい。わかる、わかる、わかる、わかる。声高い、声低い。低い、高い、高い、低い。好き。おお、低いのが好きなのもある。いや低いのが好きなんや。なんかその低い声すぎてめちゃめちゃ低い声出たわっていう女の子好きなんですよ。俺もうちょっとクールな感じの低めだったね。なるほどね。ハスキーとか。ハスキーね。おしゃべり、無口。おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり、おしゃべり。正義。インスタのストーリー毎日あげる上に LINE の返信も早い。おわ、SNS 全くやらない上に LINE の返信が2日に1回。 SNS 全くやらない、 SNS 全くやらない。インスタのストーリー毎日あげる、 SNS 全くやらない。正義。ああ、割れましたね。ね、極端ですけどね。2日に1回ですけどね。 LINE 毎日欲しい人だもんね。あ、そうそう、全然2日に1回ですね、これは。あ、そっちより SNS 上げてほしくない。うん、声が大きくてよく喋る元気な子、仕草や言葉遣いが上品で控えめな子。上品な子、上品な子。よく喋る、元気な子。好き。バリバリのキャリアウーマン、将来専業主婦希望女。バリキャリ、バリキャリ、バリキャリ、バリキャリ。
き。ここでな、これです。さあ、俺嫌なのよ。俺、私の将来の夢、主婦になることなんだっていう女性の方、ちょっとなんか人に身を委ねすぎだなっていう。これからの時代、割と自分で子でさ、来ていくぐらい強い子がモテんじゃないのかなっていう。僕めっちゃ好きなんですけど、そのせめてラインスタンプ作るとか、なんかそういうの。俺もね、可愛い人いるね。どちらかがしっかり子供との時間を取りたいの。あ、わかる。それはわかるよ。で、時間をどっちかモテるようにはなりたい。と思ったけど、悩みで今バリキャリです。そうね。この良さが分かってくるのがもうちょっと先なのな。家を守ってくれる尊さとかありがたみとかっていうのがまだちょっと分からないかも。分かる分かる。自分から誘う女、誘わないとエッチしない女。誘う女。誘わない女。誘う女。誘う女。し。性格悪い美人？性格良いブス？性格悪いブス。性格良いブス。性格悪い美人。性格悪い美人。好き。これこれよ。究極これ。下ネタ好き苦手。好き。好き。好き。苦手。好き。みんなから人気？自分だけから人気？自分だけから人気。自分だけから人気。みんなから人気。みんなから人気。好き。聞き上手？話上手？聞き上手。聞き上手。話上手。聞き上手。好き。ザル？おは下戸？ザル。下戸。下戸。ザル。好き。わかりやすい犬系女子？ミステリアス猫系女子？犬系女子。わかりやすい犬系女子。犬系女子。犬系女子。好き。ライン冷たい、アウトデレデレ。おは全部ツンデレ。ライン冷たい、アウトデレデレ。ライン冷たい、アウトデロデロ。ライン冷たい、アウトデロデロ。アウトデロデロ。ゼロデロデロ。貧乏症、浪費か？貧乏症。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 好き。慎重派、行動派？慎重派。慎重派。行動派。慎重派。好き。性欲ありすぎる、なさすぎる。ありすぎる。ありすぎる。ありすぎる。なさすぎる。好き。意外とだね。いやもうだから最近気づいたんすけど、俺だけあんまセックスの楽しみ知らん。そういうことね。話がしないでよ、そんな。そんな話だもんね、別に。知ってるよ。そうだけどね。一番楽しいかもしれない。そういう生まれ方なんだ、これ。高身長女子、低身長女子。高身長。低身長。高身長。低身長。好き。美容にお金をかけてる女子か、洋服にお金かけてる女子。美容。洋服。美容。美容。好き。料理できるけど掃除できない。掃除できるけど料理できない。掃除できるけど料理できない。掃除できるけど料理になるの。料理できるけど掃除できない。掃除できるけど料理できない。好き。スマートなお尻？ビッグなお尻？ビッグなお尻。ビッグなお尻。スマートなお尻。ビッグなお尻。好き。気合入りすぎる。気合入りすぎる。すごい。ありがとうございます。すごい気合入ってましたけど。ビッグ言うた。お酒全く飲まないけどつまらない女？毎回飲みすぎて心配だけど面白い女？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 好き！いやー、急にやったわー。急に神様やね。つまらねえ女、一番足りないんだよね。つまらねえ女はきついな。そうなんよ、一緒に入れないから、そもそも本音なのか隠したのかも分かんないと不安になりましたね。でも飲まないのは嬉しいんだけどね。それはね。そうなんよね。広瀬すず、橋本環奈、キャンナちゃん、すずちゃん、すずちゃん、すずちゃん。そう、すず人気。すずでしょ、これは。すずでしょ、これは。おかしいよ。すずだよ。田舎女子、都会女子。都会女子。いるか。いるか女子。田舎女子。すげえ。いや、いるかやと思って。海ん中、海中女子おったやん。いるか。バレた。バレるもんやな。いるか。いるか。神田の。言わないで。神田の。姉御肌？妹キャラ？妹キャラ。妹キャラ。姉御肌？姉御肌。好き。色気？は元気？元気。色気。元気。元気。好き。ほっとかれる？かまってすぎる？ほっとかれる。かまってすぎる。ほっとかれる。ほっとかれる。好き。ちょっと息が息継ぎのタイミングがちょっと難しいよね、息継ぎが。ここに陸上でいるかよ。舌でさくらんぼのヘタを結べる女子、お尻でくるみを割れる女子。さくらんぼ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 。好き。いやいやいや、そのくるみ割れる女子が付き合いたいってならない。ならないよね。案内記事に入ってない。入ってないな。大秘だってんもん。得意料理、肉じゃが、オムライス。オムライス。肉じゃが。オムライス。肉じゃが。好き。これ割れるよな。確かに。和食好きやってなきゃいけない。やっぱハート書いてもらいたいってこと。いや、俺肉じゃがあんま好きじゃないんだよね。なんだ、そういうことかね。そう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 。月々の話。食べ食う虫が好き。
どういう締め方やろ。甘え下手、甘え上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 手、好き。お、上手なんだ。いやもう俺がな、甘え下手、ベタベタベタやった。ベタベタは何も生まれないから。何も生まれない。なるほどね。ずっと半径1メートル空いてるみたいな。地球と月みたいな。ただ回るだけ。自己主張強い、おは控えめ。強い、控えめ、控えめ、強い、好き。ピンク系、ブルー系、ピンク、ピンク、ブルー、ピンク、好き。何か分からんけど、やっぱネオンはピンクの方がいいよね。まあね、ネオンの話、これ街中のネオンの。あ、じゃあピンク。結婚出産経験あり、10歳年下。結婚出産経験あり、10歳年下。結婚出産経験あり、10歳年下、好き。今で言ったら結婚出産経験あり。ああ、なるほど。でも俺は35歳じゃないと多分結婚できないからってなったら25歳ね。ああ、いいよね。なるほどね。スポーツめっちゃできる、全然できない。めっちゃできる。できない。できる。めっちゃできる、好き。アウトドア、インドア。インドア、インドア。アウトドア、アウトドア、好き。性格の相性は、体の相性。体の相性、性格の相性、性格の相性、性格の相性、好き。几帳面、適当、適当、几帳面、几帳面、几帳面、好き。肉食女子か草食女子か。草食女子、草食女子、肉食女子、肉食女子、好き。あざとい、は天然、あざとい、天然、あざとい、あざとい、好き。みんなに優しい、は自分にだけ優しい。みんなに優しい、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 好き。あ、そうなんや。まあね、なん、難しいけどな。あんまり特別視されたい欲がないっすね。わかるかも。人間力見てるとな。あ、そう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 、人間力。でもそうだな。鈍感な子、勘が鋭い子。勘が鋭い子、鈍感な子、勘が鋭い子、勘が鋭い子、し。勘が鋭い子って俺らにとっては不利そうじゃないですか。浮気とか、浮気がバレたりとか。なんですか。え、なんか俺も勘なんだけど、危機管理能力高そうみたいな。ああ。一緒にこう家庭を守れる能力が強い。そうそうそう。チームメンバーとして。そうそうそう。能力が高い。そうそうそう。浮気なんか絶対しないんで。あ、そうそうそうね。基本しへんからそこ別にバレる、バレないの。土俵にまず僕がいないんで。はいはいはい。そうなってくると、やっぱりその嫁の第六感っていうか。顔うるさかったな。嫁の第六感って俺憧れるんですよ。ああ、女の人のなんか武器ってないよね。俺も母ちゃんがこう言ったら、ガチだぜみたいな空気を家族で共有してみたい。なるほどね。はい、ということで、はい、まあいろんな女性出てきたけど、はい、出てきました。意外に割れないところがちょっと多かったけど、今回はそうやね。なんだろうな、なんでなんだろうね。まあなぁ、なんでだろうな。なんとなくここは押さえときてるみたいなのあるのかもね。一緒なのかな、割と最低限ありつつ、それ以外は結構個性だよみたいな。そうやな、最低限ってあるくない。あ、そこは土俵、土台は確かにあるかも。そうそうそう、土台ありきの勝負みたいなところある。そりゃこっちがモテるでしょみたいなやつはあるのかな。男のところはね。そう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 、背高いやつもモテますからね。確かに確かに、どうせ優しいやつもモテんねやろみたいな。そう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 、なんで腐ってんの。優しいくせに、優しいくせに、優しいくせに言うな言うな。はい、もう好感度ぶち上がりましたね。終わりましょう。でもね、ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。